皆さんこんにちは。今日はこのターキーグレービーソース、これなんかちょっと美味しそうだなと思ったんで買ってみました。お肉のシリーズこんなに手軽にこう食べてくれれば楽だなと思ったんで、このシリーズを今日食べてみたいと思います。どんな味？わお、猫缶の匂いがする。いただきます。あ、もう美味しい。あれ、口を開きなね。あー、うん、どうかな、おいしい、おいしい、食べる？もうちょっと。なんか結構水っぽい感じがします。なんかこんな感じです。あ、ベーシル。いやー、おいしくない。ダメか、このシリーズ食べない。まずいみたいです。あー、残念。はい、次は、チキンとチキングレービーを食べるかな、やってみたいと思います。はい、はい、興味は津々です。あー、ダメか、うわ、出しちゃった、ダメでした。チキンもダメです。うーね、ね、せっかく、あ、チキン&チキングレービーでした。残念。ブランドガーバーのビーフ味を食べてくれるかチャレンジしたいと思います。はい、食べてくれるといいのですが。ではオープン。食べてくれるかな。やっぱりツナ缶のような若干匂いはします。いただきます。うん。ダメです。二口目に進みません。顔が渋いな。あ、食べる？食べる？二口目。そっちじゃない。そっちじゃない、ジュイちゃん。こっちこっち。いやだね。ダメだね。はい。以上。やっぱりビーフフレーバーは難しいですね。ビーフ系はツナ缶のようなのに味がないような感じに見えました。以上レポートでした。もしよかったらいいねボタンとチャンネル登録をお願いします。お願いします。うん、そうだね、うん、お願いします。